ございます。今日からですね、東京出張ということで近藤良平さんの企画に参加して、それが終わったら非公開の撮影、そして非公開初のリアルイベントということで1週間ちょいやるんですけれども、頑張りたいと思います。撮るの早いね。子供はここを利用して。帰れるものと思ってある。これ全部持って帰れる。全部持って帰れる。すごい。ありがとうございました。稽古終わって帰ってるんですけど、もう12時前です。今日はとりあえずホテルにチェックインして早めに寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。東京生活が2日目ということで、今日めっちゃ寒いんですよ。さっき雪降ってたぐらいで、今も雨が降り続いてて、まあまあ明日からまた気温戻るみたいなんで、今日とりあえず乗り切れば。はい、次は神楽坂です。左を上にする。ピース食べ物で、で、ちょっと戻し着替え。目に来た今。目に来た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 。ずるいずるいメガネ。稽古終わったんで今から帰ります。だいぶ仕上がってきたんでちょっとホッとしました。本番頑張るぞ。おはようございます。本番です。夜の19時1回目です。行ってきます。
らないで、最初の方は普通にしてて、あ、その演出いいんだけど。はい、ということで初日無事終わりました。いやでも良かったと思います。無事リハーサルでやってきたことは結構出せたと思うんで、はい、良かった。はい、ということで、今ねいろいろ打ち上げとかも終わって全部公演も終わって帰ってます。無事終わりました。いい公演になったと思います。明日からまたちょっと飛行会撮影とかいろいろあるんで備えてね帰って寝たいと思います。空に弱いな。